ベルベル人の牧田です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はウェブストアのみとなりますのでご了承ください。お問い合わせはベルベル人ウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は10月、29日の夜21時にアップされる商品となります。詳しくは下の概要欄に貼ってありますのでそちらの方チェックしてみてください。それでは早速紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、BVT タグの L 表記ですねのポケット、スクエアのポケットになりますね。裏面ともに無地ですね、はい、で僕で合わせるとこのサイズ感です。コンディション悪くないです。こちらお値段の方が5800円に消費税です、はい、続いてチャンピオンいきますね。チャンピオンの90年代の青タグのミディアム表記、アメリカ製ですのラバープリント、ユナイテッドステーツアスレチッククラブ、裏面は無地ですね。 M 表記なので僕で、まあ、気持ち小さいくらいですかね、はい、コンディションいいです。こちらも5800円に消費税です。 5% です。はい、続いてトリコタグのラージ表記の綿100です。何も入ってない無地のタイプですね。後ろも無地です。気持ちところどころピンホールはあるんですがまあ問題なく着れると思います。水色の無地珍しいですね。僕で合わせてこのサイズ感ちょうどいいです。こちらも5800円に消費税です。 5% です。続いてこちらグラフィックの T シャツになりますね。ヘインズ、まあ、90年代ぐらいのタグですねの XL 表記で、まあ、バーコードのゼブラ柄、後ろが無地ですね、はい。まあ、当時の動物園がどっかで売られてたんですかね、はい、いい柄だと思います。僕で合わせて XL なので気持ちでかいです、はい、こちらお値段が6800円に消費税です。 6% です。続いてヴィンテージの T シャツいきます。タグはこちらですね、はい、100% コットンのミディアム表記で染み込みプリントの、まあ、エアボーンのプリントだと思います、はい、後ろは無地ですね。特にこれといったダメージはなく脇締めなどもないですね。コンディションはいいですね。僕で合わせてこのサイズ感です、はい、こちらがお値段12800円に消費税です。 1-2%。 続いてはアンドベルベル人の方から紹介していきたいと思います。こちらですね、タグがちょっと欠損しているんですけれどもおそらく XL 表記だと思います。全体的にスターとスカルの総柄プリントですね。コンディション悪くないです。まあ年代は浅めですかね、袖と裾ともにダブルステッチです。まあインパクトある T シャツですね。まあインナーの下に着ても入ると思います。はい、こちらお値段が9800円に消費税です。キッパーです。続いて僕これ大好きなんですよ。デレントーマス、トーマスの、まあ、デルタのタグですねの XL 表記。トーマスの T シャツ見ないですよね。ちなみに僕パーシー派です。パーシー大好きで、こちらですね、はい、コンディションいいですね。コピーライト入ってます、はい、99年のコピーライトですねのネイビーボディ、こちらが、はい、15800円に消費税です。 15%。 これスペシャルです。トーマスシュシュポポ、はい、続いては隣のトトロ、これも好きな方多いんじゃないでしょうか。まあ、タグがねこちらついてますの M 表記ですね。トトロの T シャツいいと思いますよ。で、まあ、後ろ無地なんですけれども、まあ、シンプルなグラフィックで着やすいと思います。僕でこのサイズ感です。ジャスですね。そんな縮み入ってないです。はい、こちらお値段の方が9800円に消費税です。ジブリ T シャツ、はい、僕の大好きな映画ビートルジュース、ビートルお兄さん T シャツ、バンティーとかによくつけるジャイアントタグですねの XL 表記、まあ、袖口と裾ともにダブルステッチはあるんですけれども、まあ、しっかりワーナーブラザーズのコピーライト入ってます、はい。まあ、後ろは無地ですね。もうマイケル・キートンの名作ですよね、まあ、監督ティム・バートンの音楽がダニエル・フマン、ナイトメア・ビフォー・クリスマスとかと同じダニエル・フマン音楽家ですね。僕でこのサイズ感です。まあ、ティム・バートンって言ったら、まあ、ビートルジュースじゃないでしょうか、まあ、オリジナルの年代ではないんですけれども、
まあもう大きいサイズでコンディションもいいのでこれかなりおすすめです。ビートルお兄さん T シャツが29,800円に消費です。ニーキパです。ビートルお兄さん続いてこれもいいですね。はい、まあ、年代ヘインズの2枚丈の年代で XL 表記ですねの時計仕掛けのオレンジ、こちらもオリジナルの年代ではないんですけれどももう大きいサイズで着れると思います。まあ、僕でこのサイズがちょっと縮み入ってますね。まあ、全体的にところどころ汚れの箇所はあるんですけれども、まあ、プリントもかすれてすごいいい感じです。これもダブルステッチですね。ステッチ2本入ってます。後ろは無地です。はい、こちらがお値段 15,800円に消費です。いちごっぱです。続いてこちらですね、まあ、定番になってきましたアート T シャツ、はい、スクリーンスターズのこちら綿100の方ですね。うっすら青くなってます。綿100の方ですねのコピーライトが、フライングフィッシュ LA 80年代のボディですね。ロイ・リヒテンシュタイン、まあ、いろんなグラフィックあるんですけれどもこれ中でもいい方のグラフィックだと思いますね。あんまり見ないプリントです。でしっかりこの瞳のところもプリント入ってるので色がかなり綺麗な色です。僕で合わせてこのサイズ感なので、まあ、スクリーンスターズの XL か、まあ、L の縮みくらいですかね。ちょっと分かりにくいんですけれどもおそらくまあ L くらいですね。僕でこのサイズ感、はい、こちらがお値段 25,800円に消費です。25パです。次はこちらスウェットいきます。こちらですねアディダスの、刺繍プリントでタグが、アディダスのこちらのタグですねのスリランカ製ですね。80年代くらいのものだと思います。で青いボディに赤の刺繍ですね、まあ、分かりやすくてキャッチーな刺繍入ってますね。まあ、僕で合わせてこのサイズ感なので、まあ、おそらく XL くらいだと思います。でまあちょっと分かりにくいんですけれどもかすかにちょっとシミ汚れみたいなのがあるんですけれども、まあ、気にならない程度だと思いますね。はい、こちらで6,800円に消費税です。 6% です。で次はリバースリーブいきます。こちらですね赤ボディに白のラバープリントで刺繍タグの XL 表記ですね。後ろは無地です。まあ、綺麗ですね。コンディションかなりいいと思います。僕で合わせてこのサイズ感ですね。メックスラインなのででかいです。気持ちこちらお値段が7,800円に消費税です。 7% です。続いては、雰囲気系のリバースリーブですね。トリコタグの XL 表記ですね。で全体的にほつれ、まあ、ダメージはあるんですけれどもこのラバープリントのかすれいいと思います。僕もすごい好きで、まあ、ところどころ、まあ、ちょっとこういったコアなピンホールはあるんですけれどもこっちもですね、まあ、これは雰囲気で赤のフェードの対色に黄色のラバープリントのかすれすごいかっこいいですね。こちらお値段が7,800円に消費税ですね。はい、 7% です。次もまあ雰囲気系ですね。このトリコタグの XL 表記で、まあ、ラバープリントですね。全体的にここもほつれダメージ等あるんですけれども、まあ、雰囲気ですね。こちらも女性の方などざっくり着ていただければかっこいいと思います。まあ、僕でこのサイズ感ですね。はい、でお値段が7,800円に消費税です。 7% です。こちらもアンドベルベージュからの雰囲気系のリバースのパーカータイプですねが刺繍タグの XL、 まあここ全体的にダメージ来てるんですけれどもかっこいいダメージです。これは袖口もそうですね、ここちょっとパックリ割れてたりとかはあるんですけれどももうパーカー出ないですよねの黒のラバープリント、いいプリントです。まあ、後ろは、まあ、特にこれといったダメージはないですね。の刺繍タグの XL で僕でこのサイズ感です。はい、こちらが7,800円に消費税です。 7% です。続いては単色タグいっちゃいます。青タンですね、 L 表記ですの白のラバープリント、ホッケーのこのラケットっていうんですかねがありますね。僕でこのサイズ感です。かなりコンディションはいい方ですね。この程度のコンディション、まあちょっとあるんですけれども、ハトメが飛んでるくらいで、まあ、全体的なコンディション、この
程度の良さの単色のパーカーも出てこないです。はい、こちらおすすめ、25,800円に消費税です。2ゴッパです。続いてはこちらも単色なんですけれども、青タグの XL で、まあ無地です。はい、まあカシャカシャ全体的にフェードがかってますね。ナスコンのフェードでしょうか。まあほぼもう紫に近いですね。でオリジナルの紐付き、まあ紐も退色してかっこいいですね。これ僕で合わせてこのサイズ感です。まあ、単色、まあ、普通の刺繍タグとかに比べてフードが小さかったり、まあ、アームが細かったりとかするので、まあ、すごい着やすいと思いますね。で無地なんで一番着やすいんじゃないでしょうか。こちら29,800円に消費税です。ニキパです。こちらもスウェットですね、まあ、ヴィンテージスウェットですね。タグはないんですけれども、はい、綿ひ、まあ、ちょっとポリ噛んでるくらいですかね。リブもすごい長い方のリブじゃないので、まあ60年代後半くらい70年代くらいのものだと思います。はい、コンディション悪くないですね。あえてこういった水色を合わせてみると面白いと思います。僕でこのサイズ感ですね。まあ L、実寸で L くらいあると思います。はい、こちらがお値段6,800円に消費税です。 6% です。次が、はい、両V ですね。両 V のヴィンテージスウェット、もちろんリブ長です。はい、まあ、オートミールですね。オートミールコンディションもかなりいいです。ふかふかしてますね。まだ、まあ、探されてる方多いんじゃないでしょうか。僕で合わせてこのサイズ感ですね。実寸でどんくらいでしょう。 M くらいですかね。はい、こちらお値段が25,800円に消費税です。2ゴッパです。次はパーカーですね。はい、こちらが白のプリント入ってますね。で裏面も入ってます。はい、でタグがここに、嬉しいですね。チャンピオンのランタグの L 表記、コットンとアクリルが入ってますね。まあ、コットン 92% なので、はい、こちらですね。コンディションで言うと一箇所ここにダメージがあるのと、まあでもそのくらいですかね。全体的なコンディション悪くないです。で僕で合わせてこのサイズ感ですね。悪くないサイズですね。で両面プリントなので、まあ、フラッグチェッカーフラッグ入ってますね。こちらが、値段9,800円に消費税です。キッパです。はい、こちらもヴィンテージスウェットのアコムの M 表記ですね。まあ、ここのポケット見ればアーコムだなって分かるディティールですね。でパーカータイプで、コンディションは、まあ、ここにちょっと見えにくいんですけどコアなピンホールはありますが、全体的なコンディションこちらも悪くないですね。僕で合わせてこのサイズ感。はい、でお値段の方が25,800円に消費税です。はい、2号価です。でこちらですね、セパレートポケット、まあみんな好きなディテールだと思います。セパレートポケットの2プライですね。裏がサーマルになってる、まあ俗に言うダブルフェイスって言われるやつですね。まあ全体的にサーマルの破れ等はあるんですけれども、でこちらですね、全体的に正直汚れてはいます。ですがこの赤のフェードの雰囲気かなりいいと思います。もともとはおそらくこういう色だったんでしょうね。こういう色のフェードの退色、まず一点物ですね。こちら、まあ、ジッパーは生きてます。全然ジッパーは生きているので、まあ、羽織るだけでもかっこいいと思います。お値段の方が15,800円に消費税です。1コッパー、これかっこいいですね。続いてセーターいきます。こちらがフィルソンですねの M 表記、まあ、そこまで年代は古くないですけれども、まあ、コンディションかなりいいです。はい、で、まあ、ジッパーがこちらのプラスチックのジップのタイプですね。僕で合わせるとこのサイズ感ですね。こちらお値段が7,800円に消費税です。 7% です。続いてポロですね。ポロのこちらのタグの L 表記、香港製です。で 75% ウール 25% ラムール、肌触り柔らかいですね。
で見えにくいんですけども、グレーでここにスモールポニーの刺繍が入ってます。まあ、大人っぽい雰囲気で着れると思います。僕で合わせてこのサイズ感ですね。はい、後ろも状態いいです。はい、こちらお値段が6800円に消費税です。 6% です。続いてカウチンいっちゃいます。まあ、ちょっとタグはないんですけれども、意外にこの無地のタイプ、何も柄が入らないタイプ珍しいです。でコンディションもいいですね。僕で合わせるとこのタイプ、まあ、無地のカウチン今っぽいと思います。はい、お値段の方が 12,800 円に消費税です。 1,2% です。はい、でこちらリーバイスのボアジャケットですね。こちらのタグがつきますの XL 表記ですね。でここにタブつきますね。はい、の、まあ、90s の変形タイプのこのボアジャケットですね。サイズも大きいです。でコンディションも悪くないですね。珍しい形だと思います。僕で合わせるとこの感じですね。気持ち大きいです。はい、女性の方なども着てたら可愛いと思います。こちら9800円に消費税です。キッパーです。続いてがこちら、はい、このタグの44表記の、まあ、インディゴですね。これ色見て分かる通りタブもしっかりついてます。これ何がすごいかって言っちゃっていいですか。ヒゲ蜂の巣すごいいいです。これすっごい色じゃないですか。これこれ見たことあります。こんなポアすんごくないですか。まあ、ただここほつれてり、こっちもですね、ほつれたり、まあ、すれ等はあるんですけれども、こんな極上のヒゲのボア初見です。僕合わせてみるとこのサイズ感ですね。僕だと気持ち大きいと思います。はい、こちらお値段が 15,800 円に消費税です。めちゃめちゃおすすめです。はい、続いてパタゴニアのこちらも珍しいですね。シンプルシャツです。 S 表記ですね。まあ、S 表記ではあるんですけれども、もともとの作りが大きいのでだいたいもう M くらいのサイズ感ですね。まあ、コンディションも全体的に悪くないですね。でしっかりこれカフスついてるんですよ。ほんとシャツですねの V ネック。まあ、ここジッパーもついていて、中にここが裏地でメッシュ使われていたり、まあ、木使われていておしゃれですね。まあ、ちょっとクリーム色っぽいナチュラルではないんですけれども、そういった色味ですね。こちらも女性の方などどうでしょうか。おすすめですね。僕で合わせるとこのサイズ感です。お値段の方が 39,800 円に消費税です。続いてネイビーの点ボタンのピーコートですね。はい、で襟がこちらダブルで縫われてますね。ダブルステッチで、ポケット裏がこちらのコーディロイのタイプですね。はい、全体的に虫食い等なくコンディションはいいと思います。僕で合わせてみるとこちらのサイズ感ですね。お値段の方が 25,800 円に消費税です。こちら人気のサマーフライトジャケットですね。ジッパーがここの字になってます。この字止めですね。若干ここほつれちゃってます。袖口ほつれてますね。あとも全体的に裾部分に全体的に軽く癖があります。ボディにこれってダメージはないですね。で内タグここについているんですけれども、サイズが40ですね。でこの会社なので、このメーカーでフォーポケのことから、まあ、1944年ってことが分かります。僕で合わせてみるとこのサイズ感です。サマーフライト、まあ、探されてる方多いんじゃないでしょうか。はい、こちらが 49,800 円に消費税です。4キッパです。続いてリーバイスの、はい、ビッグイーのベストになります。カットオフされてますね。まあ、こちら全体的にすごいいい色地になってます。まあ、ところどころこういったダメージはあるんですけれども、もうノリと雰囲気でいっちゃいましょう。これは僕で合わせるとこのサイズ感です。お値段が7800円に消費税です。 7% です。で続いてコーチバッグです。ブラックですね。ブラックのコーチバッグでしっかり中に刻印も入ってますね。でジッパーも全部ついてます。まあ全体的なちょっと気持ちすれ等はあるんですけれども、まあ問題なく使えると思います。はい、こういう感じですね。こちらお値段の方が7800円に消費税です。
はい、こちらもコーチバッグですね。のブラックのちょっと小さいタイプ。もうカチャカチャタイプですね。カチャカチャ。で、中のジッパーも生きてます。はい。まあ、この大きさ使いやすいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。このサイズ感で、お値段が7800円に消費税です。7% です。続いてパンツいっちゃいます。こちら、はい。キャントバステムのフリスコジーンズですね。ブラック。コンディションいいです。実寸が 32-26。僕で合わせてこのサイズ感ですね。まあ、ちょっと、ここですね。スレ等あって、裾上げはされていますね。こちらも同様にスレありますね。裾上げもされてます。ジッパーも、こちらタロンついてます。のこのスナップタイプですね。キャントバステムなので。まあ、全体的なコンディションはかなり綺麗です。はい、32-26。フリスコジーンズ。お値段の方が25,800円に消費税です。25%です。続いて519のコーデュロイ、こちらですね。まあ、しっかりタブついてます。まあ、触ってわかるんですけど、コンディションかなり綺麗ですね。ただ薄汚れが全体的にちらほら見られます。はい、でリーバイスのタイプですね。ジッパーがこちらが実寸で 32-29。 僕でちょうどいいサイズ感ですね。レングスは、はい、今綺麗なネイビーロイヤルブルー、ネイビーの体色みたいな色合いです。こちらが7800円に消費税です。 7% です。続いて、501になりますね。こちらアメリカ製の501、ちょっと見にくいんですけど3134表記かな、こちら3234の表記ですが、まあ、カットされちゃってますね。ここの後染めの、まあ、オリーブ、後染めじゃないですよこれ、後染めではなくて先染めオリジナルのオリーブ、まあ、ベージュとオリーブの中間みたいな色です。はい、これかなり珍しいです正直。まあ、カットオフしてあるのでこういったノリで履いていただければ、僕で合わせるとこのサイズ感ですね。実寸で 32-32、 めちゃめちゃ珍しいです。こちら7800円に消費税です。 7% です。続いてヴィンテージですね。これが、はい、503B の WX、 503B WX。 ちょっとこれも表記消えちゃって読めないんですけれども、ボタンが少ないんですよね。 1,2,3 でトップで4、もちろん WX なのでウエスト V 止めですね。の J ボタン、赤タブしっかり残ってます。実寸で 27-30、 膝にダメージ等ありますね。まあレングスはオリジナルです。こちらもオリジナルですね。股のコンディションも悪くないと思います。こんな感じです。はい、27-30なので、まあ、女性の方だったりサイズは男性の方おすすめです。僕で合わせるとこんな感じですね。はい、こちらお値段が 89,800円に消費税です。89%。続いてこちら501-66のシングルステッチですね。パッチがこんな感じです。ちょっともう表記が見えないんですけれども、実寸で33のニックですね。赤タブしっかり残っています。でボタン裏がこちら見えにくいですかね、6番です。はい、6番で、まあ、全体的にすごい綺麗な色落ちですね。僕でこのサイズ感です。めちゃめちゃ綺麗な色で、ちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、リペアここに膝のところ入ってますが、まあ、柔らかいリペアで硬くない方ですね。すごい触り心地もいいです。ここ裾上がってはいるんですよね。裾上げられちゃってはいますが、まあ、綺麗にチェーンステッチで上げられているので、まあ、これから履いていくとどんどん馴染んでいくと思います。で末端の状態も綺麗なので、綺麗ですね。で、まあ、うっすらヒゲも入ってます。で全体的に濃淡はっきりしていて、かなり綺麗な501-66のシングルですね。こちらもちょっとリペアあります。こちらも綺麗に修復されてますね。はい、こちらお値段の方が 29,800円に消費税です。2キプライです。続いてこちらが
はい、色濃いですね。501の32ニック表記でビッグ E、まあ、ちょっとここ取れかけてはいるんですけれども、こんなパッチしっかり残ってますね。実寸が31の27、僕で合わせてこの感じですね。はい、まあ、実寸で27ということは裾は上げられていないです。オリジナルですね、こちら。はい、こちらもオリジナルです。まあ、コンディションいいですね。リペアと一切入ってません。まあ、色も7割8割ってとこでしょうか。まあ、これからどんどん、まあ、むしろノリ付けして履いてもいいと思います。どん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 これから楽しんでいただける一本だと思います。はい、こちらお値段の方が128,000円に消費税です。はい、綺麗ですね。おすすめです。本日の商品紹介は以上になります。アンドベレベレジン渋谷パルコ店の方のベース、ブログ、インスタとチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。